面接官の不採用採用を見逃さないでください。面接官がこれをしていたら採用確定です。学生時代一番頑張ったことは何ですか？はい、得意科目だった英語をさらに伸ばし、 TOEIC では600点の得点を獲得することができました。なんて素晴らしい、よく頑張りましたね。社会人になってこれからも頑張ってその英語力をぜひ活かしてください。こんな感じでお客さん扱いで絶対面接されたら不採用確定です。本気で面接するのが面倒くさい、悪評をばらまかれないように持ち上げておこう。これが面接官の本音です。